んにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。お名前から自己紹介をお願いいたします。はい、竹井優奈と申します。書道は、4歳の時から始めました。ずっと趣味として続けるうちに、結局大学生までずっと書道をやっているという形になりました。なので17年間続けています。今現在は大学生なんですか？はい、早稲田大学の4年生で、大学では心理学とか教育学を学んでいます。その学んできた心理学とか教育学を生かして教育系の企業に入る予定です。ゆうなさんが書道を始められたきっかけが、その当時はもともと公文の書写教室というのがあって、なんとか私に字を習わせたかったらしくて、そこに連れて行ってくれました。その後、祖母の友達で書道の先生がいて、そちらの教室に通い始めたのが最初になります。最初から楽しかったですか？正直高校生くらいまではあんまり楽しいっていう思いはなかったかもしれなくて、苦しい修行みたいなイメージが強かったです。母を中心に家族はずっと応援してくれていたんですけど、正直辞めたいとも思っていて、大学生になったら辞めようっていうのはずっと思っていたことでした。それだけお小さい時から熱心に書道されていたら、コンクールとかそういうものにも出展したりされてたんですか？東京の上野美術館に作品を置かせてもらったり、展覧会に出品して賞をもらうっていう経験は小さい頃から何度かしていました。小さい頃はその書で生活するっていうのは全然考えていなくて、もう本当に趣味の一つというか、なんか私にできる一つのことっていう認識でいました。中学生の時に書道部に入っていて、その時に書道パフォーマンスをやろうって私たちの学年で企画をしました。そのちょうど書道ガールズっていう映画が流行ってて、その大きい筆で曲に合わせて書くっていうのが流行ってたので、私たちの代でやろうと決めて企画して、全部自分たちで構成とかも考えて、で文化祭で披露したっていうのが本当に楽しくて、それがあったから今もまたこうしてやってるのかなっていうのがあります。逆に辛い思い出なんかございますか？中学生の時まで教わっていた先生が中学3年生の時に亡くなってしまって、新しい先生に教わることになりました。本当に私の地域でも書道界の中ですごく有名な先生で、すごくもう本当に厳しくて、ベテランでっていうところで、そこには本当に1、2年ほど通ったんですけれど、毎週厳しくて宿題もたくさん出るし、自分の書いた字を一度も見てくれない日があったりとか、厳しい言葉も結構言われたりして、本当に毎週泣きながら夜道を帰ってたみたいな時期がありました。すごい書道って苦しいものだなとか、でもそれとともになんか先生に褒めてほしくて、一度もやっぱり褒めたりしない先生だったので、褒めてほしくて毎週頑張って書いてたっていうのはありました。そうですね、今思えば本当にその先生がいたからメンタルも強くなったし、その今の技術っていうのもその先生に鍛えられたからついた技術であったり、本当に精神面も字もその期間のおかげで鍛えられてるのは思います。当時は本当にひどく打ちひしがれてたみたいで、家族にも毎週心配されてて、なんかもうこんなに泣いてて大丈夫なのかとか心配されるくらい、こう心身巻いてた時期もあって、よく乗り越えたなって我ながら思います。そんなに辛いなら変えてもいいよとか、やめたらっていうことは言われなかった？言われなかったですね。やっぱり家族も辛いけど、でもすごく有名だし実力もある先生だったので、そういう先生に習えるのは本当になかなかないよって、チャンスだよっていう風に言ってくれたので、もう私もそれを信じて頑張れたっていうのはあります。やっぱりその辛い思い出となってしまったので、そこまでが大学に入ってからは正直もう書道はやらなくていいかなって考えるようになってました。書道のことは忘れて1年くらい大学に入ってから経ってたんですけど、その時にふとなんか書道を見たいなって思った瞬間があって、で本当にそれはなんか街を歩いている時とか、本当ふとした時だったんですけど、でその場で書道展を調べたんですね。そしたら池袋にちょうど書道展がやってるということで、
なんか本当にもう自然に向かっていってそこに、うん、で書道展に着いたんですね。でそこで最初に部屋に入って見た字が本当に美しくて、なんかその場で勝手に涙が出てきたんですよね、うん、で久しぶりに書道も見たし、でたまたま出会ったその作品が本当に綺麗で美しくて、なんか本当に何も考えずに泣けてくるみたいな状況になって、そしたらその私が作品を見ている時にそれを描いた先生がちょうどその場に来てたんですね。実はその先生が今の先生なんですけど、そこで本当に関わったこともない世界の書道をその先生が作っていて、今まで私は黒と白の書道の世界しか知らなかったんですけど、その先生はこの作品を薬品で描いてたんですよね。あの金属の板に薬品をつけて筆で描いて、ピンクとか紫とかそういうもうカラフルな作品を作っていて、それを見てすごく本当に衝撃で、こんな世界があっていいんだっていうことを知って、書道またやりたい、私もこういう作品を作りたいって思って、でその先生にその場で教室に誘われたので入ることにしました。ちなみにその最初に見た字っていうのを覚えてます？なんて書いてあったか。龍っていう字ですね、を書いてたんですけど、本当に美しいって思いました。ただ美しいって思って涙が出てきた、そこから本当になんか自分の書道の世界っていうのは180度変わった瞬間だったなと思います。今思うと素敵だなって思います。ゆうなさんは就職をしてからの今後の書の活動っていうのはどのように予定されてますか？実はまあ書道とは関係のないところに就職するんですけど、書道は書道で、またその別にも心理学とか教育についてすごく興味があって、っていうのも、昔から結構小学校中学校が結構学校的にも厳しくて、義務教育で、日本の教育でこう統一感とかを求める教育で、私はなんかそれがすごく息苦しく感じていて、もともと自分を出すのが本来苦手な性格だった上に、やっぱりそういう圧とか、なんかこうあるべきっていう責任とかをずっと感じていて、でも大学生になった時に初めて上京してきて、周りも結構公認してくれるというか、なんか自分の好きなことをやってる人がたくさんいて、好きに生きていて、でなんか自分が何やっても、あ、そういう人もいるよねっていう価値観の中に、なんか初めて身を置いたおかげで、なんか自分のやりたいことが明確になったりとか、こういう動きしてもいいんだっていう風になんか自分を認めてあげれるようになって、でなんかその変化があったので、もっと早いうちからそういう人を受け入れる空間とか、子どもたちにとっても私が小さい時そういう環境があったらよかったなっていうことをずっと思っていて、子どもだけじゃないと最近思ったんですけど、子どもとか大人のための空間を作りたいっていう思いがずっとあって、私は心理学とか教育を生かしてそういう仕事に就きたいと思っていたので、教育の企業に入ることを今は決めています。じゃあ今後その教育関係のお仕事をされながらね、ご自分のその書の活動っていうのはどうやってこう一緒にやっていく、その空いた時間を使って書道も続けていきたいっていう思いはあって、で今の私の夢としては、その書道をもっと海外にも広げたり、教育とか心理学っていった面でも、私がこれからやっていきたいアートな書道っていうのは、人の個性とかの違いをなんか美しく表現できるものだと思っていて、少し奇抜な作品があったとしても、作品として表現することで、こういう意見も美しいよねってこう否定せずに受け入れ合う空間ができるんじゃないかなと思って、教育とか心理学と書道を掛け合わせた何かができないかなっていうのをずっと考えています。なんか私にとってはこう夜景を見るのと同じような感覚で、こう綺麗なもの、美しいものを見て心が安らぐとか、人の作品を見る時もその人の美しいっていう基準がなんか詰まったものだと思ってて、それを見るのがすごく楽しいし、自分の作品もそうやって見てほしいって思って書いています。なんか周りが怖いとか、こう受け入れてくれるかなって思う人ってきっと私以外にもたくさんいて、
かそういう人たちがアートとか書道とかを通して自分を出せるようになっていくきっかけ作りができたらいいなって思っています。私の作品を見て一番思ってほしいのはこういう表現でもいいんだとか、なんか一つじゃないよっていろんな個性があってだからいいんだよっていうことをたくさんの人に伝えられたら一番いいなと思ってます。人と同じじゃなくてもいいんだよって、それぞれ美しいんだよっていうことを、ね、伝えていきたい。そうですね、私が一番それをもっと早い頃に知っていたかったというか、その考えがあったら結構違ったかもしれないっていう思いがあるので、なんか早いうちからそういう考えをみんなが持っていたら平和になるし生きやすい社会になるかなっていうのは思っています。ね、本当にあの素晴らしい活躍だと思いますので、ゆうなさんの活動を見守りたいなっていう場合はインスタグラムに作品とかあと展覧会の情報とかを随時載せているので、こちら見ていただけたら嬉しいなと思います。じゃあそちら概要欄で、ね、ご紹介いたしましょう。はい、お願いします。本当に今日は貴重なお話をありがとうございました。こちらこそありがとうございます。今後もご活躍をお祈りしています。